だおめえか。ん？いやー、留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつか。ほら、リーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけんどよ。叩けたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした？悟空と一緒か。メキシコ地域でジェイフォースがベノムズと交戦中。至急救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。お前、レプリカだろ。助けに来たぞ。悟空のおっさんか。悪いな。こいつは本物なんか？いや、こいつは偽物だ。本物のトグロはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか？一度戦ってみてえな。悟空のおっさんらしいな。でも、まずは目の前のこいつをぶっ倒さねえと。そうだな。ユスケ、行くぞ。偽物なにタグなやつだったな。驚いたぞ。悟空のおっさん、まだいけるか。あ、もちろんだ。危ねえ！レイガン！ユスケ！クソーク！うわあ！
心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろう、悟空のおっさん。あ、もちろんだ。おやおや、あなたは。レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在が J フォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、共闘と行きましょう。もっとも戦いと言えるものになるかは疑問ですが。さあ楽しい宴を始めましょうか。これは意外ですね。虫けらと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですが、その程度ではね。大丈夫か？あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。遅すぎるのは見えるか。
逃げ場はない。大候補勇者の ほどと。なるほど、君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か。おや、皆さんお揃いで。残念ですが今日のところはここまでです。フリーザ、次こそおめを倒す。そうですか、それは楽しみですよ。ごきげんよう、Jフォースの皆さん。大丈夫か。おめ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろう。ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。奴はただの元の人間。この俺とは違う。自らを善だと信じているのだ。正義の希望などといったくだらない言葉につながる弱者たち、お前たちに教えている。頂に立つ強者こそ善悪を定めることができるのだ。世界を作り変えてやる。みんな集まったようだ。すでにみんなも気づいていると思うが、ベノムズの陰で目立ってはいなかったジャンプ世界から現れる敵の動きが活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か。アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ何を企んでやがるんだ。彼らが共闘している目的はわからない。だがレプリカを利用していたことから考えて、ベノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えば、あの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったんだ。
あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。3時の飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろ、あの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続きみんなにはベノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。俺たちの力見せると決めていたな。お前ら行くぞ。リュウ君、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウ君。見た目はこんなだが、危害を加えるようなことはしない。リュウ君のことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない。あの、アンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に、君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか。どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか。何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのことか。そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。それじゃあ、僕はそろそろ呼び止めて悪かったね。